渡辺正一の新世紀観覧の時間でございます。この番組は国益という立場から歯に機能を着せずに、いろんな問題に切り込もうという趣旨のものです。今朝のお客様は石原慎太郎さんです。おはようございます。おはようございます。まあ、石原慎太郎さんはですね、作家であり、政治家として両方とも、まあ、非常に日本人としては珍しく国際的に有名な方でいらっしゃいましたが、悪名高い方それで政治家の方を辞められてから見た日本の状況とですね、政治家として見た場合と、まあ、多少違って見えてくるんじゃないかと思うんですが、その辺はどうですか。いや、やっぱりその政治が、まあ、くだらん理由で足踏みしてる間にね、その周りは進んでるわけだから、結局相対的にはどん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 ね、ことが遅れていく、つまり日本がなんか衰退していくって感じがもう日にしますね、残念ながら。なんかね、あの若い連中と話してもですね、日本はこれでいいんですかねという本当の心配の声が時々聞くようになりましたですね、まあ、最近ではワールドカップなんですけどね、あれはまあ日本の方が、そのずっと前から準備しておって、 J リーグも作ってね、やっておったら、まあ後から韓国が出てきて、あるよあるよという間に取られそうになって、まあ結局まあ両方で共催と。ところが確かあのサッカーの連盟の方では一国ごとに開くことになってたはずなんですね。それがいつの間にか共同なんかになっちゃったんですが、あんなのはまああの石原さん、あのスポーツにも詳しいんですけど、どうなんですか。まあ、僕も自身がサッカーの選手だったからね、あの今のサッカーってのはもう全く様変わりになって、こう、非常にですね、なんていうのか、私もうオールドボーイでやっぱり物言う資格ないかもしれないけど、ただあのワールドカップがですね、日本単独じゃなしに共催になったらならないなんてことでね、日本人自身がいたずらにその国家の保険を考えない方が僕はいいと思う。あんなものはね、まあ、言ってみれば発展途上国がやらいいことですよ。万博と変わりなくてね。それで、まあ、サッカーはね、結構日本に流線になってきたけど、いろんな問題がまだあるようでしょうが、僕はあんなものに国がかけるよりもね、まだそのアメリカの妨害で結局ずるずる伸びてきてる日本自身の情報をね、グローバルに掴むね、偵察衛星に金かけて作った方がよっぽどね、後世のためになると思うしね、なんであんなものにこだわるんだろう。私もね、あのワールドカップ、まあ、日本が、一カ国でやるならね、これはまあ楽しいお祭りで、まあ、それこそ、天皇陛下もおいでになってですね、わーっと盛り上がって結構だと思うんですけども、韓国と分けたんじゃね、別に、まあ、いいことないんですよね、日本にはあまり。いや、これはね、もっと不愉快なのも出てきますよ。そうです。僕、あの国この頃ね、あんまり好きじゃなくなってきた。友達たくさんいるけどね、どういうのかな、あのこう変に感情的になってね、過去の歴史を何かというと持ち出してきてね、お前たちが悪人だ、俺たちは被害者だっていう形で、それでまあ言いたいこといっぱいあるけどね、今度あってどっちの国がね、そのプライオリティを持つかね、主導権を持つかね、その例えば決勝戦をどっちでやるかやらないかの決め方なんかって必ず不愉快な問題出てきますよ。そうですよ。だから私はね、あの韓国がそんなにやりたいならね、一人でやらせたってよかったと思うんですよ。やらせたらいいんじゃないの、本当にもう。で、あの南北共同でやらせたらいいんだよ、本当。で、友好の元になるかもしれないなんていうのはね、まあ、そう望むのはご自由だけどね、今までの経緯からすれば甘いですね。甘いですな。私はね、まあ、日韓関係だけではないにしてもね、特に日韓関係にね、その日本人のね、その外交に関するね、甘さというか幼稚さがね、そのにじみ出てるような気がするんですよ。とにかくね、親切と善意さえあればね、何でも物事はうまくいくとかね、その話し合えば必ず友好が成立するとかね、それでその友好が成立しないのはこっちの反省が足りないんだとかね、その善意がまだ足りないんだとか、そんな集まり、その受け身パッシブなだけでね、本当に友好なんか成り立ちしないし、外交なんかこう推移していくわけないですよ。でちょっとした行為とかちょっとした情報をすれば、閉めたと言って、ね、乗り込んでくるのがむしろ国際的なルールですからね。隙を見せないのが私はあの政治家の義務だと思うんですね。あの以前ね、間違って総理大臣になっちゃったバカな政治家がね、あのもっと他の役職してる時だったのはよく忘れたけども、つまりその日本と韓国で一緒にね、両国の歴史を共同研究するなんてことを言って、いまだにそれがなんか要するにホーディングになったらしいけど、そんなことできますか。できる。ほら歴史の推移が違うしね、我々はやっぱり幸いにしてみんな頑張ったから、先祖頑張ったから植民地にされずに来た国ですよ。そうです。
それからやっぱり朝鮮半島はですね、非常に残念だけどね、まあ要するにバラバラにされてですね、非常に無残な、要するに日本の支配じゃないですよ、その以前に多民族の支配をたくさん受けた。そうです。それからやっぱりアジア中はそうだった。僕はね、それの違いってのは決定的だと思うしね、今年の春ね、ちょっと東南アジアにいくつか旅行しました時にね、タイ国に行ってね、改めて感じたのはね、香港とかそのシナとかね、それからそのベトナムとか、マレーシア、シンガポール、そういう人たちと違ってタイ国人のね、メンタリーっていうか気質っていうか、どっかちょっと違うのはね、これやっぱり歴史に対する誇りというかね、多民族に支配されなかったというその鬱屈したものがないだけに、とっても話をこう通じやすいとかある。それは大きいでしょうね、はい、なんかね、僕はヨーロッパ人でね、うん、中近東なんか行ってね、うん、トルコは違うというの話聞いたことあります、うん、トルコはまあ随分領土は削られましたけども、独立保ちましたからね、うん、だからもう、朝鮮半島のね、そういう過去の歴史ってのは金属ではあるけどね、我々もそれにその一部加担した節はないでもないが、しかしそのもっと大きな歴史の中の流れの一部であってね、まあある政治家がね、それはその、朝鮮民族自身の責任もあるし、能力の限界もあっただろうと、地政学的条件もあっただろうと言うと、それだけでつまりなんか大臣を罷免されるみたいなね、あれが悪い前例になりましたね。ああ本当にそうですね、なんかあれを言うとね、大臣はね、罷免できると向こうは思っちゃうわけです、うん、こっちはね、まあ感情を傷つけてね、まあそんなことをやめた方がいいんだろうっていうぐらいの善意だったかもしれないです、うん、ところがね、そこだって言ってね、もうずうずしくね、繰り返し繰り返しやっていった方がいいと感じる民族がね、ぐるいといるということをね、忘れちゃいかんのですよね。でね、まあね、その独特のアイデンティティもあるしね、その共通したものもあるし、例えばその日本人が好きなね、古賀政男さんのメロディーなんてのは非常にその朝鮮の歌の影響を受けたりね、またその朝鮮の人たちも、それ韓国の人たちも好んで歌う、でそういうその目に見えないベーシックな共通項があるのにね、そういうものをね、とにかくその飛び越してね、過去の植民地支配を持ち出してきてね、全てつまり俺たちの言う通り統制みたいな、それでしかも片方ではまあ文化の問題は別にしても、文明的には明らかに、つまり技術ってことは日本が進んでますわな、だけどそういうものを認めたがらない。で私はあの一番ある意味ではざまみろと思ったのは、非常にバカな買い物をしたわけですよ。韓国は新幹線はね、フランスのものを買ったんだ、だからね、日本のもの買ったらね、いろんなと文句つけられるから、日本損したかもしれないから、むしろあの悪い買い物をしてね、お気の毒と私たち旗目で眺めてら済むかもしれないからね、あんなものを買ったためにね、それはね、ソウルからプサンまではね、光並みのスピードで走れてもね、小玉のダイアグラフは組めないんですよ、うん、基本的にもうね、車内構造が違うから、あの日本とね、フランスのあれは、フランスは私もね、自分で運輸大臣に乗りましたがね、非常に原始的に後ろと前でね、大きな機関車で引っ張って押してるの、だから急発車急停車ができない、脱線しちゃうんですよ。そういうね、原理的なことも分からずにね、日本のもの買いたくないからってね、バカな金使って向こう内を買うわけだ。あれはプライドをかけて日本のものを買わなかった。そうでしょ、 ありがとうございましたって日本人は言った方がいいんですよね、まあ、そういうものを踏まえてみるとね、ワールドカップにこだわりたくないけどね、必ずつまり日本人は嫌な思いをするな、しますね。あのね、だいぶ前ですけどね、ロンドンエコノミストにね、韓国は日本のね、イントリンシックエネミー、本質的敵だとちゃんと書いてありましたの。だからイギリス人はそう見てたわけですね、だから我々はね、そう、まあ、比較的に、両国と、まあ、客観的に見れるね、イギリスの代表的な冷静な雑誌もね、韓国のやることは日本にとって本質的な敵対行為をずっとやってると言ってんだからね、我々もね、それは忘れちゃいけないんですね。個々の友人がいるっていうのと次元が違いますからね。で私はね、その共済人につい持ち込まれたその先ね、もっともっとつまらん情報をね、強いられてね、開会式に来たけら日本の天皇来てね、その要するにソウルで挨拶するみたいな、そういう要求が来るか来ないか分かりませんよ。しかしやっぱりね、そういうのが出てきかねないその状況の中にね、私たちあんまりそのね、自分の国の国威をね、ことさら測る必要ない。もっとそんなものにかけたら向こうにやらせたらいい、何にも再生産性ないんだから、あんなものは。まあ楽しんでもらっていいんですよね。日本はね、その金もっと大事なものにかけましょうよ。私はよっぽどね、あのアメリカが妨害してなかなか日本が持ちきれないでいる日本独自のね、言葉はよくないけど、まあ正確には偵察衛星だけど、スパイ衛星でね、
アメリカはいちいちお金払って世界の情報をもらわずにね、日本の判断ができるみたいなものを、ね、日本が持ったらね、日本の友好国は喜びますよ。それはで具体的に、ね、どうしたらその、スパイ衛星持てるんですかね。いやこれは昔からね、作るんだったらね、とにかく作れないでもないけども、とにかくアメリカ製を買えと言ってね、その気になって予算組むとね、ぐじゃぐじゃ言って売らなくてね、何回もこう行ったり来たりで伸ばされてきたんだけど、私はやっぱりこういう時代になったらもうそれも一つの日本の独自のね、財産としてね、なんて国際政治の有効なカードとして僕は日本を持つべきだと思いますな。それはね、戦争からの危険から身を守るためにも絶対必要ですね。それはそうですよ。例えばこの間のね、シナと台湾の緊迫だってね、あんなものはまあなんとかな、みんなハラハラして眺めてきたけど、実はアメリカとシナは変なところで取引してね、あれでは何ですか、ミッドウェーですか、遠くからやってきた航空母艦は正確には台湾海峡に入らなかった。で入らないことを条件にね、そのメンツを立てるからとにかくということで、シナの方はね、与那国島か高雄の近辺にね、予告した水域を、まあ、外れましたという形で、実は意識的に誤射という形でね、威嚇の一発二発ミサイル撃ち込むはずだったのを演習中止したんですよ。でそういうまあなんていうのかな、状況も宇宙衛星で眺めていればいいしね、台湾のような大事なんで私たちの友人にね、日本の独自の情報を伝えてやったらいいじゃないですか。それはうんと高いものなんですか、日本で作るって。いや日本のね、そのお金を持って技術を持ってしたらそんな難しいものじゃありません。というような気がしますね。インナフューイヤーズ、もう本当に数年のうちにできますよ。でそれをやろうという支障が出てこないのはおかしいですね。じゃあやっぱりもうアメリカさん依存でね、全てお任せしますと。政策与奪の件はね、それはやっぱり占領されて以来、私はいつも言ってるんだけど、日本人はね、その精神とかね、発想の一番底の底の解釈をね、改造されちゃったからね、最後は他力本願なんですよ。そうなんですね。だからね、沖縄でイマーシン問題が起こった時にね、私は非常にですね、印象的だったのはね、中曽根康弘とね、宮沢喜一というかなり対照的な、私の評価も本当に全く180度違う2人のね、政治家がね、結局最終的につまりアメリカなくして日本のね、要するに安全保障はないというね、もうそれを 100% 信じて疑わない形で、つまりプラス独自に日本は何をすべきかということを全然ああいう機会に提示せずに、この問題と安保全体をすり替えしちゃいかんということをね、2人とも言ったね、やっぱりお二人ともね、やっぱり懐疑に洗脳されてるな。それはもう、まあ、我々がね、東京裁判士官としてことあるごとに指摘してるんですけどね、東京裁判は、まあ、日本が侵略国だと決めつけたわけだけども、その東京裁判をやらせたマッカーサー自身がね、アメリカの上院の軍事外交共同委員会でね、はっきりね、日本がこの前の大東亜戦争に入ったのは自衛のためであったと言ってくれって言うんですからね、このぐらいの活字でね、日本の新聞はね、報道してくれたらよかったのにね、報道しなかったもんね。本当でもね、まあ、先般司馬遼太郎さんが亡くなってね、あの人のまあ遺言みたいないくつかね、その改めてこう喧伝されてもいるけどね、まあ、あの人は別にね、現代の技術が分かった人でもないし、政治経済ってものがね、精通した指揮者ではなかったけど、ただやっぱり明治というのは非常に美しい時代の美しい日本人にね、私たちと同じように郷愁を持ちに愛着を持った人で、つまりそういうスタンスからね、日本の近代史っていうものをちゃんと肯定してくれたってことは私は非常に評価するし、大事なことだったと思いますがね、あの人がしかしこれから日本にあるのはね、静かな停滞だといいね、それから梅沢忠夫さんとの対談だったかにね、どっちが言い出したのかな、どっちが言い出して片っ端が相づち打つんだけど、日本はもう峠を越えたんじゃないかと、私もそんな気がすると、これはちょっとね、私はね、その許す許さないじゃんしね、聞き捨てならないんでね、やっぱり峠越えさせちゃいけませんよ。民族国家のね、峠ってのは富士山登るのとかね、なんとか箱根峠越えるの違って、この辺が8号目とか分かるもんじゃないからね、我々はこれから5年ぐらい経った後、あの時あなたが私の番組で言ったけども、長男これが峠かなってんじゃ遅すぎるね。いや私はね、やはり、日本がその敗戦後一つなんかどっかおかしいなっていうのはね、武というものを悪と見たことなんですね。ああ武が悪かったらね、これアメリカだって、やめればいいんですよ、NATO だって武ですからね、だからね、武はね、武が悪いのはね、という憲法を持ってるのはね、フィリピンと日本だけなんですね。
でフィリピンもね、日本の憲法をアメリカが作る10年前にね、アメリカがフィリピンのために作ったんですよ、独立する前にね、うん、そこでもやっぱりね、軍事は持たせないことなんです、うん、なぜ持たせないかというと、これはね、アメリカから見るとね、属国だからね、その他のことはともかく民主的なことをいろいろ書くんだけれども、部だけは持たせませんよと、こういうことなんですよ。それはね、アメリカ人は隠して言わないけどね、日本人とフィリピン人の、ね、共通したね、そういう姿勢のこう引き金になっているものは、日本はね、最後の最後に原爆で一方的にやられたでしょ、戦闘員をね、未だに死んでる人がいるわけだから、後遺症で。フィリピンはね、マッカーサーのお父さんがね、あれが独立をするのを防ぐために武力じゃなしに、武力も使ったけどね、非常に有効な手段で、やっぱり原爆で殺した人間、数十万の人間を餓死させてるんですね、あるところ追い込んで。これがね、やっぱり一種のこう民族的な原体験、処女体験になってね、フィリピンも全部お任せ、日本もお任せ、はい、最後はとにかくお母さんのスカートの下に潜り込みますからって話になっちゃったんだ、うんうん、私はね、その象徴的な出来事がね、明治節というのがありました、うん、それをね、文化の日にしたんですよ、うん、でもしもね、明治節という天皇の名前を出さないでね、うん、言い換えるならばね、うん、少なくとも文武の日に しなきゃいけないんです、うん、というのは明治天皇の時代のね、日本の果たした役割というのはね、文はまあ一方的に西洋のを入れて、これをまあ日本人もできることを示したんだけれども、日露戦争に勝ったという武なんですよね。で僕はね、こう世界史的にこう眺めましてね、何世紀にもわたるような大きな影響を及ぼした人を大王と、まあ、言うとすればですね、うん、例えばアレキサンダー大王ね、うん、彼によってまあ都市国家のギリシャが一つのヘレニズム文化圏になりましたね、うんうん、それからまあシーザー、うん、これはそのガリアという今のフランスあたりを完全にローマ領にしたために、うん、ものすごくローマ領が広まりましたね、うんうん、これも数世紀に及ぶわけです、うん、そういう範疇で考えますとね、十分それに匹敵する人が、あるいはそれ以上なのが明治天皇の時代だったんですよ、うん、というのはあの時日本がちゃんとしたことを文武両道に達していなければね、うん、20世紀は全部ね、植民地体制は変わりません。21世紀もね、全部アパルトヘイトですよ。本当そうです。それは間違いないんですよ、うん、そうしますと明治の時代というのはね、数世紀にわたってね、人類の歴史の大転換期を作った、うんうん時代ね、その象徴が明治天皇でしょ。その方を記念する祭日がですね、文化の日じゃダメですよあのね、福田和也さんっていうね、なかなか気鋭の素晴らしい評論家がこのまま出てきてんだけど、この間彼がね、ある雑誌にね、日本人はなんでこんなに幼稚になったかっていう、そういう面白い論文書いた。で彼はその中にね、幼稚というのはね、そのものを知らないとかね、頭が悪いってことじゃない、一番肝心のことを考えたがらないでね、その責任を取ろうとしないって、うん、そうだと思いますね。それで彼はその中にもう一つね、非常に誤解されやすい言葉かもしれないけどね、善意と親切だけで物事が絶対に済まないってことを一番はっきり教えてくれるのは戦争だと、うん、それをね、つまり何ていうのかな、人間の歴史というのが辿ってる限りね、その戦争という状況の中でね、勝つ勝たないの問題に行使される武力っていうものをね、もうとにかく他力本願で根底的に悪と判断してしまった民族っていうのはね、これはもうやっぱりどうやって何を自分で守るんですか。それは確かにね、幼稚の定義に当てはまりますね、うん、それでね、洗脳はね、休みなしに進んでるんですよ。そしてね、日本人を洗脳しね、日本人を愚かにすることにね、情熱を持ってるね、日本人、あるいは日本人自身がいるんだ、また、あるいはそのまあ日本に何代も住んで日本人泣いたがらない人とかね、そういう人たちがね、必死になってやってるんですよ、うん、そしてその人たちがやってることがね、単にまあそういう運動でやってるのはいいけどね、本当に洗脳になるんですよ、うん、例えば長崎のね、うん、原爆、記念館、うん、これはまあ記念館あってもいいんですよ、うん、そこにね、なんでね、南京のね、映像を持ってこなきゃならないんです、うん、しかも嘘ですよ、うん、嘘の、それでね、その嘘だということは、まあ、我々の研究している人はすぐ分かるんですよ、うん、そしてそれは、まあ、アメリカ その戦争中の反日映画ですから、そこから持ってきた。ところがね、その写真の映像なのは初めから問題外なんだけども、うん、なぜ原爆って言ったらね、南京出すんですか、うん、ね、それからね、丸木という画家の方で、これはあの、うん、朝日賞なんか回った人ですけど、これは朝日新聞が好きなような、コースを歩いたわけですが、一生懸命原爆の絵をお描きになった、うん、これはいいんですよ、その目の前で原爆の悲惨なのを見てお描きになった、
で晩年になったらね、日本兵がね、首切ってるね、南京かなんかで首切ってるという絵を描いたんですよ。ああ、ところがこの絵は手本がありましてね、うん、写真があるんだ。その写真の方はね、これは国民政府のだから蒋介石の軍隊がね、貴族の首切ってる写真を、ね、うん、やってね、うん、日本兵が来てるって言って漫画ですよ、うん、せっかく原爆画家としてね、うん、立派な仕事をなさった方がね、これは本当に一生の、なんていうかな、汚点ですね、うん、だから原爆って言ってもね、すぐ南京出してくる。この論理がね、アメリカの論理なんですよ、うん、まさに。というのはね、アメリカはね、時間が経てば経つほどね、本当に胸を痛むことがあるんです。それは、日本の64の都市に対してやった無差別爆撃は、あれは初めから軍事工場、軍じゃなくて人民、人殺しなんですね。普通の人、市民殺しなんですよ。で原爆もそうなんですよ。そうだね。あのね、それが、ね、痛くなるんですよ。大虐殺というね、うん、機能的にも物理的にもできないね、ああいう虐殺の、ね、数ってものは、僕は日本の兵隊があそこでその非戦闘員を殺さなかったとは言いませんよ。大体の数字は、まあ、自分で確信して言ってますけど、それも、海交省の人たちに怒られたりするけどね、30万円40万円の人間をね、あれだけの期間で殺せるわけがない。それがね、なんで出てきたって、そうダーディンなんて特派員はちゃんとそう言ってるのは、20万しかいなかったのなんで40万殺せるんだ、うん、でね、まあ、結局その数値が妙に符合するのはやっぱり長崎広島でアメリカが一方的に殺した非戦闘員の数ですよ。まあ、たまたまね、その渡辺さんが博物館のこと言われたけどね、またそんな話するかと言われるかもしれないが、私はね、まあ、そういうものも続いて日本人はね、外国のなんか非常にうまい手回しでね、あの日本人自身の歴史を冒涜してなんか自分でそれで開催を叫んでる。でそれに対してね、僕はね、これは非常に残念な、怖い、恐ろしい、無慈悲な歴史だったかもしれないけど、チラに立ってるね、特攻隊の博物館っていうのね、私はよく行くんです。あそこの鳥山留さんと亡くなった特攻隊のお母さんであったおばあさん、仲良かったもんだ。これはね、あのおばあさんのね、本当に努力で立った、ね、中学生、高校生がね、ガヤ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 入ってきてね、ずっと見て自分たちと同じ年齢だった人たちの生き様、死に様、その要するにそれを愛したね、残された少女の手紙を含めて出ていく時ってのはね、全然顔つきが違う、何かを掴んだなって感じがするの、うん、で僕はね、ああいう人にこそ国民栄誉賞を与えなさいと、そうですよ、僕は言ったんだ。宮沢喜一ってアホな総理大臣と、それを操ってる金丸っておっさんに、うん、で宮沢ああいう人だからね、はっはっはっつってね、サイズハンスねで済んじゃう。で僕はね、なんかしょうがないからね、金丸言おうと思って金丸さんに言ったら、あの人はね、お石原君いいこと言ってくれって言うけども、ボケちゃってたもんだから忘れてたね結局この二人はね、その罰が当たってのたれ死にですよ、うん、ほら、そう特攻隊を含めてね、とにかく本当に無垢のままね、国の歴史とも守るために死んでった人たちをね、その一時検証する必要ないけど、それをね、お父さんお母さんに代わって、まさに菩薩のようなね、美しい日本人がいた。この人にね、私はやっぱり国民栄誉賞ってもんね、みんな代表して感謝を含めてあげたらどうですかって言ったら、はあ、再三ですねって、片っぽ多いこと言ってくれて忘れちゃって、バチが当たったんだ、二人とも。実に情けない状況ですね。それでまあ、慰安婦の問題なんかもありますけどね、あれなんかね、わけわからないんですよね。もう過去のことは日韓基本条約で絶対言わないことにしてるのにね、文字出されるとね、おたおたしちゃってね、外務大臣が謝ったりね。うん、そしてそれがもやもやして今度、まあ連立内閣ができたもんだから、連立を守るために、その橋本総理大臣までもね、総理大臣になった途端にね、寄付をね命じたりね、うん、そしたら自衛隊にも命令がいったんだってね、うん、元総理から。ああいうものはね、全部法律論でくくればいいんですよ。いいです。それ以外はダメです。しなきゃダメなんですよ。そうですよ。それをね、なんかね、善意とか親切とかね、変なエモーション持ち込んでくるとね、それは言葉は良くないかもしれないけど、相手は図に乗るばっかり。そうです。史実がどんどん曲がってってね、なかったものがね、なんか史実として定着されて、日本人はね、ますますつまり自分の歴史にね、なんか暗い思いを持つ。しかもね、した時代だね、強制の例が一つもないというね、政府の調査書でもないのにね、うん、パッとこう、義務教育の教科書には載るんですよ。このメカニズムをね、どうやって止めたらいいんですか。そりゃ、まあしかしもう政治家の責任だろうね。ね、文部省何やってんのかね、政治家何やってんのかね、まあ政治家は、ね、やらなくちゃいけないのがあるんですがね、バカな選挙法を決めてしまったためにね私は一人自民党で反対しましたがね、
だからね、日本の峠を越させないためにね、つまらん単純小選挙区のやらずにね、今からでも遅くないからね、区割りせっかくしたんだ仕方ないから、もうとにかく二名連携でもするんですな。でとにかくね、まあ政治家はね、国のことを考えていく、その国民にね、元気がね、出るようなね、ことをやってもらわなきゃ困りますよ。元気をそぐようなことばっかしね、やりたんじゃね、たまったもんじゃないですね。今朝はどう